斉藤元彦知事の周囲にいた4人組が次々と崩壊していく状況をご存知ですか。今回の動画ではこの4人組がいかにして斉藤知事の県政運営を支え、そしてその組織が崩壊していったのかを詳しく掘り下げていきます。彼らの離反が知事のリーダーシップにどのような影響を与え、県政全体が混迷を深めていくその過程を見ていきます。しかしそれだけではありません。斉藤知事をめぐる問題はこの崩壊だけに止まらず、他にも多くの不安要素が潜んでいます。例えば斉藤知事が放った私は元気ですという無神経な発言が県政の停滞を招き、多くの県民の不信感を増幅させました。この発言がどのようにして県民の信頼を失わせたのか、その背後にある問題についても考察します。また井野本総務部長が体調不良を理由に職務を放棄したことに対して浮上している仮病疑惑、彼の行動がいかにして県政の信頼を揺るがせ組織全体に悪影響を与えているのかも詳しく分析していきます。そして最後に斉藤知事が議会で見せた逆切れとも取れる態度が議員たちの反感を買い、県政運営をさらに困難な状況へと追い込んでいる現状にも触れます。このような一連の問題が斉藤知事の政治生命をどのように揺るがしているのか、その真相に迫りながら兵庫県政が今後どのように展開していくのかを一緒に考えていきます。斉藤知事を取り巻くこの混迷する状況がどのような結末を迎えるのか、ぜひ最後までご覧いただき、その行方を見届けてください。それでは斉藤元彦兵庫県知事の無神経発言と県政停滞についてお話しします。兵庫県知事斉藤元彦氏の発言が波紋を広げています。斉藤知事は8月16日に開催された記者会見で、私は至って元気ですと発言し、県内外から非難の声が上がりました。この発言は県政の停滞を指摘された際の返答として発せられたものですが、その軽率な言葉遣いが問題視されています。斉藤知事のこの無神経な発言は彼のリーダーシップに対する疑問をさらに深める結果となりました。この発言は兵庫県が抱える多くの問題を覆い隠すかのように軽々しく取り扱われたことに、多くの人々が失望を感じました。県政が停滞しているという指摘に対して元気ですという返答は、問題の深刻さを理解していないか、あるいは意図的に無視しているかのように受け取られました。これにより斉藤知事が県民の不安や怒りに寄り添う姿勢が欠けていることが浮き彫りになったのです。さらにこの発言に続いて、斉藤知事はやる気満々として議会での活動を続ける意向を示しましたが、その言葉にも県民は冷ややかな目を向けています。県政が停滞し県内の課題が山積する中でのやる気満々は空回りしているようにしか見えません。斉藤知事が本当に何を考え、どのようなビジョンを持って県政を進めようとしているのか、その具体的な方向性が見えてこないことが県民の不安をさらに増幅させています。また斉藤知事の発言は県内外のメディアでも取り上げられ、その無神経さが強調されています。兵庫県が直面している問題は経済、福祉、教育など多岐には足りますが、知事の軽率な発言によってそれらの問題が十分に議論されずにいることが懸念されています。知事という立場にありながら問題の核心に向き合うことなく無責任な発言を繰り返すことで、斉藤知事自身が県政の停滞を助長していると言われても仕方がないでしょう。斉藤知事の発言がこれほどまでに問題視されるのは、単に言葉の選び方が悪かっただけではありません。その背景には知事としての資質や県民との信頼関係が揺らいでいることがあります。県民が求めているのはリーダーシップと責任感を持った県政運営であり、軽率な言葉ではなく具体的な行動と結果です。斉藤知事がこのまま無神経な発言を続けるのであれば、兵庫県の未来はさらに暗いものになるでしょう。次は井野本総務部長の体調不良と仮病疑惑についてです。井野本総務部長が7月末から体調不良を理由に職務を離れている件に関して仮病疑惑が浮上しています。井野元氏は
県政において重要な役割を担う総務部長として、その責任は極めて重いものです。しかし、そんな彼が突如として体調不良を理由に職務を離れたことで、県政の停滞が懸念される中、彼の真意が疑われ始めました。体調不良は誰にでも起こり得ることです。しかし、猪本氏の場合、その背景には不自然な点が多く見受けられます。例えば、震度6弱の地震が宮崎県で発生し、南海トラフ地震への備えが急務とされた時期に、総務部のトップである猪本氏が職務を放棄したことは、県内外から批判を浴びました。さらに、総務部のグループメッセージにお疲れ様と書き込んだ後、そのメッセージを即座に削除したという行動も疑惑を深める要因となっています。忙しい時期にこのような軽率な行動をとる人物が本当に体調不良であったのかどうか、多くの人々が疑問を抱くのは自然なことです。猪本氏が本当に体調不良だったとしても、そのタイミングや行動には疑問が残ります。彼の行動は県民や同僚たちの信頼を失わせるものであり、組織全体の士気にも悪影響を及ぼしています。さらに、頻繁にグループメッセージにログインしているという報告もあり、これが事実であれば、体調不良を理由に職務を放棄する行為が正当化されるのか疑問が残ります。体調不良であるにもかかわらず、メッセージの送信や削除を行う余裕があるというのは信じがたいものです。このような状況下で猪本氏が総務部長の職を辞任したことは、仮病疑惑をさらに強める結果となりました。彼が実際に体調不良であったのか、それとも何らかの意図を持って職務を放棄したのかは明確には分かりませんが、いずれにせよ、この一連の出来事が兵庫県政に与えた影響は計り知れません。信頼されるべき公務員がその信頼を裏切るような行動をとった場合、その影響は個人にとどまらず、県政全体の信用を損なうことになります。猪本氏が今後どのようにこの疑惑に対処するのか、県民は注視していることでしょう。次は、斉藤知事の下で重要な役割を担っていた4人組の崩壊と県政への影響についてです。斉藤元彦兵庫県知事の周囲に集まっていた4人組と呼ばれる側近たちが、次々とそのポジションを失い、結果として組織が瓦解しつつあります。この4人組は斉藤知事の県政運営において中心的な役割を果たしてきたとされますが、その一人一人が様々な理由で離反または辞任に追い込まれています。この動きは斉藤知事の県政運営に深刻な影響を及ぼしており、県内外からも注目されています。まず、7月末に片山副知事が突然辞任したことが4人組の崩壊の始まりとされています。片山氏は知事の右腕として県政の世を支えてきた人物です。彼の辞任は県内に大きな衝撃を与え、斉藤知事の求心力低下を示唆するものでした。その後、他のメンバーも相次いでその地位を失っていきました。続いて、8月1日には小橋博一理事が本人の希望によりとされる形で総務部から移動しました。しかし、これが本当に本人の希望だったのか、背後にどのような力が働いていたのかについては、いまだに憶測が飛び交っています。小橋氏は斉藤知事の県政運営において極めて重要な役割を担っていたため、彼の突然の移動は組織内に動揺を広げました。この一連の辞任や移動は知事とその側近たちとの間に何らかの深刻な亀裂が生じていることを示唆しています。そして、最後に猪本総務部長の辞任が4人組の完全崩壊を決定的にしました。彼の辞任は他のメンバーの離脱と相まって、斉藤知事の県政運営に深刻な打撃を与えています。猪本氏は斉藤知事の県政運営のようであり、彼の辞任によって県政全体が停滞する恐れが一層強まっています。さらに、猪本氏の辞任が単なる体調不良によるものではなく、仮病疑惑が絡んでいることも県内の不信感を増幅させています。斉藤知事は自らが築き上げた側近たちを失い、孤立無援の状況に追い込まれつつあります。これにより県政運営がますます困難になるのは避けられません。組織のトップとして信頼できる側近を失った斉藤知事が
今後どのようにして県政を立て直すのか、その手腕が問われることになるでしょう。しかし、現時点ではその道筋が見えてこないばかりか、むしろ混乱が深まるばかりです。このような状況で、県民の信頼を取り戻すのは容易ではないでしょう。最後は、斉藤知事の議会対応と逆切れ行動についてです。斉藤元彦兵庫県知事の議会での振る舞いが、県内外で大きな波紋を呼んでいます。特に、議会でのコミュニケーション不足が指摘された際に見せた彼の態度が、県政の運営に大きな影を落としています。議会の控え室を訪れた斉藤知事は、議員たちに対して予算案の協力を求める一方で、その場にいた議員から厳しい意見を受けました。そこで知事が見せたのは、思わず目を疑うような逆切れともいえる態度でした。斉藤知事は、議員から県政の停滞を指摘されると、睨みつけるような表情で、職員がしっかり対応しているので心配しないでくださいと返答しました。この発言は、まるで自らの責任を部下に押し付けるかのように感じられ、議員たちの反感を買うことになりました。知事が県政のトップでありながら、責任を負う姿勢を見せずに、ただ部下に責任を転嫁するような態度を取ることは、県民の信頼を損なうものでしかありません。さらに、知事自身が体調不良の部下について説明を求められた際、自分は元気ですと述べただけで、その場の空気は一層冷え込んだと言われています。このような態度は、問題の核心に向き合わず、逆に自身の立場を守るために周囲を排除しようとするものです。斉藤知事が議会で見せたこのような行動は、リーダーシップの欠如を示すものであり、県政運営に対する不安をさらに募らせています。議会という場は、県政における重要な意思決定の場であり、知事と議員たちが建設的な議論を行うことが求められます。しかし、斉藤知事のように、批判に対して逆切れともいえる態度を取ることは、議会の正常な機能を阻害し、県政の停滞を助長する結果となります。このような状況が続けば、兵庫県の未来にとって大きなマイナスとなるでしょう。知事の職務は、ただ政策を実行するだけではなく、県民や議員との信頼関係を築き、それを基盤にして県政を進めることです。しかし、斉藤知事はその信頼を失いつつあり、議会における振る舞いがその象徴となっています。議員たちとの関係が悪化すれば、今後の県政運営においても様々な障害が生じることは避けられません。斉藤知事がこのまま逆切れ行動を続けるのであれば、兵庫県政はさらに混迷を深めることになるでしょう。以上、斉藤元彦知事を取り巻く一連の問題についてお話ししました。側近たちが次々と離反し、組織が崩壊していく中で、斉藤知事が見せた無神経な発言や逆切れともいえる態度は、リーダーとしての資質を大きく問われるものです。県政が停滞し、県民の不信感が募る中で、果たして斉藤知事はどのようにしてこの危機を乗り越えようとしているのでしょうか。私自身、この状況を見て、知事としての責任感が著しく欠如していると感じざるを得ません。斉藤知事が自らの立場を守ろうとするあまり、県政の本来の目的である、県民のための政治を忘れてしまっているのではないかという疑念が拭えません。リーダーシップとは、ただ命令を下すだけではなく、困難な状況でも冷静に対処し、組織を導く力が求められます。しかし、今回の一連の行動を見る限り、斉藤知事にその力が備わっているかどうかは非常に疑わしいです。皆さんはどう感じましたか？この動画を通して、斉藤知事の行動に対してどのような意見をお持ちでしょうか？ぜひ、コメント欄でご意見をお聞かせください。斉藤知事の今後の動向について、皆さんと一緒に考えていければと思います。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。これからも、最新のニュースや気になる話題をお届けしていきますので、お見逃しなく。それでは、また次の動画でお会いしましょう。